こんにちは、池部楽器店ドラムステーション秋葉原店島本と申します。今日ご紹介させていただきますのはシンバルのブランドで AGIN というブランドのモデルをご紹介したいと思います。で、今こちらに並んでおりますのはスペシャルジャズシリーズという、AGIN の中でも、割とこう落ち着いたトーンの、オールドシンバルなのかなんかをこう意識した非常にこうダークで柔らかい優しい音のするラインナップになっています。で、AGIN というブランドは、トルコで作られているいわゆるターキッシュシンバルと呼ばれる、トルコのハンドメイド職人が手作りで作っているブランドの一つになっています。で、イスタンブールメーメットで、じっくりとこう修行した職人が新たに作ったブランドとなってまして、非常にこう比較的若いブランドではあるんですけど、技術的には非常にしっかり作っているかなという印象でございます。で、このスペシャルジャズシリーズなんですけども、こういったジャズ系のシンバルというのは他にもたくさんあるんですが、この AGIN の特徴としてはですね、まずやっぱりキンキンとしたこう嫌な高音の成分がないというところは、やっぱり他の、ターキッシュシンバルとも同様かなと思いまして、こちらもやっぱりその嫌な高音成分は全然出ないかなと思いますね。非常に落ち着いたトーンになっています。で、柔らかさはあるんですけども、このシリーズの特徴的には、落ち着いて柔らかいんだけどちゃんと粒立ちも取れるというところと、あとは反応も非常にこう敏感で、薄くて柔らかくてダークなんだけども、欲しい粒立ちであったりとか音の輪郭っていうのははっきり取れる、そういった印象のシリーズになっています。で、今こちらにざっと入荷がありまして、ご紹介させていただいているんですが、左側からあるのが、こちらが一番左がそのハイハット14インチ、になっています。非常にスタンダードでこう、クリスピーなサウンドと落ち着いたトーンが得られます。で、もう一人、隣が、ライトハイハット15インチ、ちょっと薄いハイハットになりますね。で、さらにちょっと、ワンサイズ大きい15インチ のサイズなので、非常にこうふくよかで、優しいサウンドがしつつも、踏んだ時のチッコンであったりとか、とレガートの音であったりとかっていう、クリスピーさはしっかり両方あるので、非常にバランスのいいシンバルに仕上がってますね。で、こちらが、クラッシュシンバルになります。ミディアムシンクラッシュの18インチ。あと、もう一個隣が、ミディアムクラッシュ20インチになってますね。優しい音もしつつも、立ち上がりも割と早くて、反応も良いので、ジャズダックとかだけじゃなくて、ポップスであったりとかブルースであったりとか、少しはこうエレクトリックなサウンドなんかでも全然混ぜられるようなシンバルかなと思いますね。で、あとその隣がですね、ミディアムシンライド、少し薄めのライドになってますね。やっぱり薄めっていうこともあって、トーンは非常にやっぱりダークで落ち着いたトーンになってますね。で、レガートに関してはやっぱり反応がやっぱいいなという印象で、ピアニッシモからちゃんとしっかりと出てくれるので、表現力は非常に豊かでいいんじゃないかなと思います。レガートある程度強くなって盛り上がるような局面になっても、先ほど申し上げたようにこう嫌な金属成分っていうのが上がってこないので、ダイナミクスもすごくよくつけれて、バランスよくポップスとかジャズだけじゃなく、いろんな音楽にマッチできるシンバルに仕上がっております。